どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルダです。今回は昇級のデバッファーとしての性能がどれくらい優れているのかを解説していきたいと思います。デバッファーといえばペラなど優秀なキャラが常にいますが、そもそもどれくらい昇級の方が優秀なのか気になるところですよね。そこで今回は昇級とその他のデバッファーで数値などの比較をしていきたいと思います。後半の方ではキャラ別の使い分けや比較などをして評価などをまとめていますので、最後まで楽しんでもらえればと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず各デバッファーの特殊デバフの性能を比較していきたいと思います。特殊デバフとしてはそれぞれ持っている状態となります。ただしペラのところに関しては一般回という特殊デバフはあるんですが、これに関して追加の能力などがないため今回はなしとしています。それでは見ていきましょう。まず昇級に関してですが、昇人のデバフをつけることは可能です。こちらの効果としては受けるダメージが 15% アップとなってます。ただし2層目から 5% ずつアップするようになっており、最大 35% となってます。性能の特徴としては 100% の基礎確率で指定した敵に付与できます。また昇人状態は燃焼状態とみなされるようになってます。デバフのターン付与に関しては2ターンとなっています。続いて経内粉です。特殊デバフは低いとなってます。受けるダメージが 7% アップします。最大3層まででき、最大 21% となってます。こちらのデバフ性能については、敵が燃焼ダメージを受けた時に低いが付与されるようになってます。こちらの付与に関しては 100% の基礎確率でデバフを付与するようになっています。なので燃焼が発動してそこから付与するかという判定になるわけですね。ターンの継続としては3ターンとなります。続いて銀狼です。銀狼に関しては血管を付与します。こちらの血管の効果に関しては3種類ランダムとなっています。攻撃力、防御力、速度の3つですね。数値としては 10%、8%、6% で蓄積はなしとなっています。デバフの性能についてですが、銀狼に関しては 85% の基礎確率で指定した敵に付与することになっています。3種類の中からランダムにデバフを付与するってとこですね。追加能力で弱点撃破時に追加で付与可能となってますので、複数つけることも可能となってます。続いてペラに関してです。他のキャラのような特殊デバフはなしというふうに今回はしています。バフ解除があるため敵の強化は抑えれるっていうのが特徴ですね。特殊デバフだけを見てみると、昇級のデバフは好きによる付与で簡単にできるため確実に付与ができるなと思います。銀狼も付与はできますがランダムなため効果は狙いにくいっていう特徴もありますね。経内粉に関しては燃焼依存が強いため効果命中次第でばらつきが出るというところになります。特殊の中で安定しているのは昇級というところになるかと思いますね。続いてスキルの性能比較をしていきたいと思います。こちらに関しては攻撃方法、デバフ、追加能力で見ていきたいと思います。でこちらに関しては解除不可のデバフとなりますので、一度付与してしまえば敵が回復することはないというところですね。まだターン経過によって消費はします。また継続ターンに関しては2ターンとなっています。こちらの昇人デバフに関してなんですが、スキルでメインターゲットには2層蓄積するようになってます。その両サイドには1層ずつというところですね。続いて経内粉です。経内粉の攻撃方法は拡散で、デバフの種類は燃焼となります。こちら低いではないです。スキルの追加能力はその他についてですが、 100% の基礎確率で指定した敵に付与することは可能となっています。敵のターンが来るために炎属性ダメージを与えるっていうとこですね。敵がこの燃焼ダメージを受けた時に低いが付与できるようになっています。連鎖反応みたいな感じの付与の仕方になってますね。続いて銀狼です。攻撃方法は単体となります。ただしデバフの量が一番多いキャラとなってます。弱点付与と全体属性ダウンと血管というところの3つが付与になってます。ただし基礎確率などに関しては 85% となっており、指定した敵のみとなります。また味方の属性によって弱点属性の付与が可能で、弱点の種類も味方に影響するというところになります。弱点撃破をするとランダムで血管をさらに埋め込むことが可能というのが追加能力でありますので、意外とデバフの量は一番多くつけれるキャラとなっています。続いてペラです。攻撃方法は単体でバフ解除となります。バフを解除すると次のよだめがアップするっていう追加能力もありますね。さらにペラに関しては4凸すると基礎確率で 100% の氷属性耐性マイナス 12% を付与することができます。属性の付与っていうところで言うと氷特化のキャラとしてはありがたいなっていうところですね。続
素確率に関しては大体全員同じぐらいのため、不要率は同じぐらいになるかなと思います。ただ攻撃の方法によって付与できる数っていうのが差が出てきますので、スキルのデバフや効率としては昇級と経内粉が優秀なところかなと思います。どうしても単体と拡散だと拡散の方が上回りますからね。このあたりは仕方ないところかと思います。続いて必殺技の性能を比較していきたいと思います。こちらは攻撃方法、デバフ、追加能力、その他について見ていきたいと思います。まず昇級からです。攻撃方法は全体となってます。デバフの効果としては精進の総数の調整、あとは必殺技のダメージ 15% アップとなっています。こちらの必殺技の特徴ですが、精進をフィールドの最大総数に揃えるっていうことがあります。なので最大が4なら全員4に揃えるっていう感じですね。結界を展開して敵の行動時に 60% で精進を付与するっていうのも特徴的です。効果の発動が6回までとなっていますので、無限につけれるわけではないっていうところになります。続いて経内粉です。攻撃方法としては全体になります。ただし経内粉に関してはデバフに関してはありません。炎属性ダメージとなっていますが、燃焼の付与はしない形となります。ただ燃焼が付与されて敵に対して持続ダメージを起動することが可能となっていますので、ダメージは出しやすいキャラというところになっています。続いて銀狼です。必殺技に関しては単体攻撃となります。デバフの効果としては防御力ダウンが 45% つきます。こちらの効果に関してですが、 85% の基礎確率で指定した敵単体に付与をします。銀狼に関しては 85% っていうのが大体決まっていますね。でデバフも強力なんですが、ダメ倍率も380と実は高めとなってますので、火力も出しやすいキャラっていう風になっています。ちなみに防御力ダウンの数値だけで言うと銀狼はトップクラスですね。続いてペラについてです。攻撃方法は全体となっています。デバフに関しては防御力ダウンが 40% です。これが全体に対してっていうところが強いですよね。それではデバフの効果ですが、 100% の基礎確率で指定した敵単体に付与することが可能です。また一般回というデバフ名がありまして、それを付与することで防御力ダウンをつけます。ですがこちらに関しては追加能力が突然性能が伸びるということはありませんので、防御力ダウンに関してはそのままっていうところになります。デバッファーの中で経内粉以外は基本必殺技によるデバフ効果があります。回転率が高いほどチーム全体の火力がアップするようになってますね。全員防御力であったりとかダメージがアップすることになってますからね。特にペラに関しては星4でもダウン倍率が高すぎるっていうのがありますので、やはり強いデバッファーだなぁと思いますね。こうやって改めて数値で見てみるとペラの強さっていうのは見えるかと思います。それでは各キャラのデバフについて比較ができましたので、次は使い分けについて話していきたいと思います。使用時のポイントとそれに当てはまるおすすめのアタッカーというところですね。それではいきたいと思います。まずは昇級です。昇級に関しては受けるダメージアップも魅力的ですが、必殺技メインのアタッカーと組ませると必殺技のデバフも活かせ相性が良くなっています。デバフの付与回数が多いのも魅力的となります。そのためおすすめとしてはやはり読みというところですね。ただ昇級に関しては経内粉のように火力を出すっていうキャラではないので、読みが一番いいのかなと思います。あえて入れるならカフカっていうところですね。続いて経内粉です。使用時のポイントとしては燃焼付与がとにかく高確率で行えるため、持続編成と組ませるのが相性がいいところとなってます。火ダメアップで味方のダメージ補助もしつつ自身も火力を出せるのが魅力的っていうところですね。経内粉は自分の火力も上がるっていうのがいいところです。おすすめとしてはやはり持続編成と相性がいいので、カフカと組ませるのがいいかと思います。もちろん弓だったりホタルの炎補助枠として入れるのも全然ありではあるので問題はないんですが、一番としてはカフカかなというところです。それでは続いて銀狼です。使用時のポイントとしては防御力を大量にダウンしつつ、デバフも大量に付与ができるため、必殺技で火力を出すタイプと相性が良くなってます。属性デバフや弱点付与ができますので、適正幅を広、単体特化っていうところだったり弱点付与っていうのがあって、適正っていうのが現在は予備となっています。他のキャラでも使えなくはないですが、予備の方が安定してデバフを活かせるっていうのがありますので、予備と組ませるようにしましょう。続いてペラについてです。使用時のポイントとしては全体の防御力を必殺技で下げれるため、全体攻撃持ちと相性が非常に良くなっています。
コツをして氷属性ダウンが使えれば氷属性とも相性がさらに伸びるのも魅力的なところです。なのでおすすめとしては全体攻撃が強い読み、続いて氷属性のアタッカー渓流がいいところとなります。まあ、各キャラの使い分けっていうところなんですが、デバッファーとしてアタッカーが強いところに合わせるってなると、まあ、読みが一番多いかなと思います。それに続いてカフカであったり渓流っていうところになりますね。今のところデバッファーを入れる枠っていうのが結構偏っているところがありますので、まあ大体が同じようなところに入るのかなと思います。ただ中身の役割が違うっていうところですね。それでは最後です。昇級とデバッファー比較について話していきたいと思います。今回は3つの項目で話していきます。まず1つ目、昇級の性能は実際どれくらいなのかっていうところですが、全体でデバッファーとして見たときはトップクラスの性能となっています。超人をうまく付与しつつ必殺技火ダメアップ込みで 50% の火ダメアップが見込めるようになっています。総合的な数値は銀狼よりもちょっと低いっていうのはありますが、敵全体に付与できることを考えると十分なデバフ性能となっています。スキルで簡単に付与できるのも手軽さとしてとても魅力的なところかなと思います。また敵のターンで付与できるのも嬉しいポイントですね。続いて2つ目です。ズバ抜けているかと言われるとっていうとこですが、デバッファーがそもそも性能が高めなのでズバ抜けているかと言われるとちょっと難しいところになります。まずペラやケイナイフンなど星4でもそれなりにデバフの性能が高めとなってるんですよね。なんならスキルや必殺技の付与もそれなりに性能が高いため、昇級がズバ抜けているかって言われるとちょっと言いづらいっていうのが正直なところです。まあ、10% とか差はありますが、やはり付与の仕方とか見てみると数値的には近いので難しいなと思いますね。ただ昇級に関しては自身のターンが来なくても継続付与する機会っていうのがあるので、まあ、そういった意味ではデバフの付与回数はずば抜けている性能と言えます。昇級のデバフの数値がでかいっていうのももちろんなんですが、やっぱ魅力的なところはこの付与回数ですね。ここがずば抜けているっていうのが他のデバッファーとの違いになるのかなと思います。それでは3つ目、最後昇級のデバフの注意点についても話していきたいと思います。昇級のデバフに関しては超人の累積維持が必要というところです。超人については累積が可能というのがあって魅力的な部分なんですが、必殺技など駆使して結界を維持しないと累積がゼロからのスタートとなったりします。そのためウェーブ戦など敵の入れ替えがあったりするときに結界がないと効果が一気に下がるってことがあります。なので結界の維持が必須となるため、倒すタイミングや EP 管理はしっかりしていくようにしましょう。また必殺技のタイミングも重要となりますね。なのでこの点を考えるとオートよりも手動の方が安定するのかなと思います。ただ以前の動画でも話した通り、昇級の行動に関してはスキルを全然使わないとかありますので、ちょっとねオート適性が上がるまでは正直手動の方が相性がいいのかなと思いますね。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。